天乳橋は、沖縄県那覇市の周里上公園北側の沿岸池に、架かる、石像アーチ橋。国の重要文化財に指定され、日本百名橋の一つである。関連橋とも呼ばれる。沿岸池の中島にある、下剤天道へ渡る橋で、1502年に作られた、日本に現存する最古の石像アーチ橋である。沖縄の古いアーチ橋は、 アーチを構成する石が4つまでと少なく、金目石と言える部分が存在しない。これは、城の門の石積みアーチ技術を使ったものとみられる。天女橋の東側には、国の重要文化財に指定された、北条橋がある。1451年に作られた、超皇帝を最初に、多くの石像アーチ橋が作られたが、第二次世界大戦によって、その多くが失われた。 朝鮮から送られた、カタサツ造を収めるため、1502年、沿岸池の中島に、郷道が作られ、同時に、石橋が作られた。1609年に、薩摩藩によって郷道は破壊され、1621年に、ベザイ天を祀る道として新たに建てられると、橋は、天女橋と呼ばれるようになる。第二次世界大戦で、デザイ道と橋の降乱を失うが、 ベザイ天堂は1968年、降乱は翌年に復元されている。1972年5月、国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。